太陽のピラミッドビソチツヤマ、ガツのピラミッドプルジェセビカさんボスニアのピラミッド説とは、セミールオスマナジックが提唱した概念である。彼は、ボスニア・ヘルツェゴビナ中心部の自然丘陵は、地球で最も大きなピラミッドだと主張しているが、疑わしい記事科学の類いだと見られている。また、彼によれば、トンネルや石のブロック、そしてビソチツ山さんの建造物を覆っていた。 古代の漆喰を発見したとされる。なお彼は2006年に発掘調査を行い、丘の一つを改造して、海岸上のピラミッドのように見せている。このビソチツさんは、セミール・オスマナジックや彼の支援者たちによるニュースメディア活動に続く2005年の10月頃、世界的に注目を浴びた。彼はビソチツさんを太陽のピラミッドと名付けた。さらに、 その近くにある二つの山を人工衛星と航空写真によって特定し、ガツのピラミッドと竜のピラミッドと名付けた。また他に二つ、地球のピラミッドと愛のピラミッドについてレポートで述べている。サラエボ即地研究所のエンバーブザによれば、太陽のピラミッドは正確に北を向いているという。またもう一方のガツのピラミッドは三つの三角面と一つの平らな。 頂点を持つ階段ピラミッドであると主張されている。オスマナジックの主張は資格のある科学者や考古学者によって繰り返し非難されている。ビソチツさんの歴元層2006年12月には EAA 宣言において次のような講義がなされた。ありがとうございます。